ヤンバイです。インターネットラジオヤンバイ FM の配信です。ヤンバイです。ヤンバイ FM は田舎暮らしをテーマにおしゃべりするネットラジオです。静岡県の川根本町から配信しています。地元に U ターンしてきたリュウタと川根に移住して田舎暮らし6年目のリョウタロウでお送りします。今回は2人のゲストに来てもらってます。川根本町に地域おこし協力隊として移住してきたすずくんとみゆちゃんです。今日はお二人よろしくお願いします。はい、ヤンバイです。すずくんです。よろしくお願いします。ヤンバイです。みゆちゃんです。よろしくお願いします。よくぞいらっしゃいました。お願いします。よろしくお願いします。よくぞいらっしゃいましたはい、やっぱでも始まってみると緊張します ね、 ね、そうでしょう。やっぱマイクがねあるとなんかねおかしくなるのよこれが一本あるだけでおかしくなる、うん、違いますね、うん、こんだけやってきてもまだ緊張してるんで、うん、もうこれ何回目の配信になりますか。これは多分ね25、6とかになると思います。あーそうか、うん、全然ね変わらないです正直上手くなってる気がしない。上手くなってる気がしないあそうだ、結構波があるかなっていうのは聞いてて思うんですね。なんか上手く喋れてる回もあれば、うん、あるなんとなくありません、ね、なんとなくまあちょっといつもよりはいいなみたいな、まあ、この下りはまあ良かったかなってとこたまにあるようになりました。もうなんかね、うん、そんなのが多いですね、うん、じゃあですね今日は企画のやつをいきましょうか。そうですね、タイトルコールお願いします。なんだ方言クイズ始めます方言クイズ台本ないんだって。シャカ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 台本ないんだって。地域おこし協力隊と行く方言クイズ。そうそう、そういうやつやってよ。あこれも MC 交代するべきかなちょっとやりましょう。やりますか。はい、協力隊にですねお二人に、僕ら二人が川根とか、まあ、静岡県の方言を言います。なるほど。はい、でその意味をお答えください。はい、なるほど。分かった方から早押しで、まあ、早押しで、はい、あ挙手で、挙手ですね。押すとこないですね確かに、まあ、2人ともね静岡県出身ですから。そうですね、まあまあ田舎から来てるからねでも結構ね難しい答えないと思いますよ。うん、じゃあ早速龍太君から出題してもらえますか。これあれですかね、例題みたいのも欲しいですか。まずそのセンテンスなり単語言ってもらって、もし必要ならそのこういう風に使いますみたいなやつを言ってもらうといいかなと。じゃあ行きます。ヘキサゴン。なんだっけヘキサゴンって何て言うの。懐かしすぎる。どういう時に言うんだっけヘキサゴンって。なんだっけ一番最後の番手が回ってきた時に、うん、確か言ってましたよね。はい、ああ、うのみたいな感じ。もう多分ね、ジェネレーションギャップが出る番組だと思う。単純に記憶の老化が場を乱してしまいました。じゃあ行きます。はい。第1問。つけない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 。うん。例文ありますか？それは僕もピンときてない。つけない。あこ例文ね、ちょっと僕も。これでいいのか分かんないけど、うん、ああ今年はお茶すけないな。しけてるみたいな。あちょっと違うな。単純に少ないですか。正解です。少ない。つけない。これは多分中川根の方言ですね。あ、うん、本川根はあんまり使わないかもしれないです。つけない、つけない、うん、これでも僕も正直使ったことはないし、うん、聞いて初めて知りました。へーってなったね。わ、うん、かりました、ありがとうございます。はい、つけないね。つけないです。つけない、使ってみましょう。そうですね、うん、方言クイズ聞いた人は、うん、みんな使った方がいいですね。あせっかくなら。そうですね、うん、僕らも使っていかないとねそう、はい、使ってみましょう。はい、つけないよ。つけない、つけない、はい、じゃあ次僕からいきますよ。はい、これちょっと単語というかちょっとセンテンスというか、はい、いきます。チットラッツ。え？チットラッツ。チットラッツ名詞ですか？ではなく、例文で言いますと、はい、ちょっと大変だもんでチットラッツやっていくか。ちょっとずつ。正解。素晴らしい。はい、早かった。チットラッツ。すごい。チットがちょっと。あ、チットがちょっと。ちょっと、うん。
ちょっとずつ、少しずつという意味ですね。え、これ僕も分かんなかったです。どこかしらの国の言葉かな。いや、もうなんか外国の言葉かなって思いました。チットラッツ、チットラッツ、いや、チットラッツだって静岡県内だと割と伝わらんじゃないかな。分かれてたら分かるかも、うん、チットとラッツが。あ、そう、うん、あ、そっか、チットラッツ例文聞いて分かるから、会話の中で出てきたら分かるかもしれないね。なるほどね。もう完全に外国のお菓子だったけど。もう完全に外国のお菓子でした、僕は。確かに、あ、チットラッツなんか美味しそうだなみたいな。紅茶かコーヒーとかね、出てきて、そうですね、チーズとか入ってた。あ、チーズ系かも。何の話してんのこれ。チットラッツという言葉か。チットラッツ、はい、じゃあいきますね。はい、はい、そうだっちょうは、そうだっちゃみたいな、そうだっちゃ、そうだっちょは、そうだっちょは、そうだ、そうだよねみたいな、そう、そうだって言ったのに、そこってちょっと違うな。あ、でも鈴くんのっていいのかな。そうだっちょは、そうだっちょ、そうだっちょ、え、それなんかどういう会話の流れですか。会話的には、うん、まあ相手にこう、なんだろう、これもちょっと難しいかもしれない。もうちょっと飲み込んでから来いよ。これ、ね、もうちょっと飲み込んでから来いよ。違うんですよ、ちょっと意味がずれると違うらしいんですよ。もうこれはちょっと答え言いますね。あ、言ってください。気になる。そういうことだ、そうだ、そうだ、そうだ、うん、そういうことだねっていうこととはちょっと違うらしくて。へえ、そういうことだ、そうだ、だそうだ、だそうだ、聞いてるみたいな、聞いてきた、そう、そうだ、調和、うん、うーん、だから、そう、なんだろう、最初僕も、あ、じゃあそういうことなんだねっていうことですかって言ったら、うん、いや、それは違うみたいな、あくまでそういうことだ、そうだっていうニュアンスで使うみたいな、そういう話がありました、うん、みたいな、また聞きみたいな、また聞きみたいな、そう、その時の使い方、あ、そうだ、調和、うん。ちょっとね、細かいですね。これ結構難しいかなと。間違えそうですね、うん。僕も最初全然理解できなかった。不意に使ったネイティブ、ネイティブの前で使ったらちょっと恥かくかもしれない。あ、そうっすね。うんってしかめ面されそうですね。え、何言ってんのみたいな感じで。もうネイティブはおじいちゃんおばあちゃんしかいないっすからね。あの、この辺はもう本当に。僕らもね、普段そんな使ってないので。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次は4問目。4問目いきます。はい。はい、ですね、僕からいきますよ。はい。はい、黒。あ、知ってますよ。あ、もう分かった。ちょっと黙って、ちょっと黙って。黙ります。はい、ブラックの黒じゃなくて、黒。黒じゃなくて黒。黒。だそうです。はい。むず。黒。うちのおばあちゃんは常に使ってます。へぇ。おってことは、静岡県割と全体なのかな、川根じゃないかも。あ、うん、なんかね、そう、道路の黒とか畑の黒とか。あ、分かった、分かった人いる。お、うん、でも僕の回答権はないのでね。分かんないぞ。でも合ってんのかな。使うそうですね。じゃあ皆さんいきますか、答え。例文出しましょう。あ、例文出しよう。なんか何がいいの？あとね、あ、なんだろう。そこの黒にある服ちょっと片しといてよ。あー、なるほどなるほど。多分合ってるな。え、これ言っていいですか？あ、どうぞ。隅っこ端とかって。あー、その通り。あー、なるほど。あー、素晴らしい。これ隅っことか端っことかのことを言う。道路の端とか、なんかね、こう角っていうよりかはもうちょっと広い意味だそうで。で、その人に聞いたら、あの、このテーブルで言うと黒ってどこですかって言ったら、それはよくわからないって。あ、ここには、そう、ここのテーブルの角は黒ですかって言ったら、そこはなんかちょっと違う。黒じゃない、うん。なんか引き出しの角、端っこの方はこう、うん、黒っていうかもだけど。内側だと黒って感じします。そうそうそう、なんかね、箱の内側は言うっぽいんだけど、うん、こういうののところは言わない。あと、その土地の境みたいなところはよく使うという。はい、黒。結構使い方難しいですね。それとこれは黒、そこの黒のやつをみたいな、畑の黒にあってみたいな、うん、道路の黒でみたいな。これまた安易に使うとネイティブに怒られるやつ、ね。これ聞いたら安易に方言って使えんなってなってくる。絶妙なニュアンスがあるよね、方言ってね、うん。なんか変に間違ってとらわれちゃうんだなっていう。そうそうそう、うん、
忘れずに使っていきましょう。でもね、そうですね、次ちょっとね難易度めちゃくちゃ高いかもしれない。うん、じゃあいきます。はい、チャー当たりかってるなよ。もう一回お願いしていい？はい、いやこれ結構ネイティブ近かった気がする。いきます。チャー当たりかってるなよ。チャー当たりかってるなよ。お 茶, お茶ですかね。チャー当たりかお 茶, 茶, 茶畑を買っときなよ。おー違う、うん、ねー、もうちょっと離れてもいいかも。離れてる。チャー当たり、チャー当たりかってるな。ね、例文としてはお前チャー当たりかってるなよ。あ、なんか人になんかダメだよみたいなことを言ってる。あ、そうですね。近い近い近い。乗るなよみたいな。あ、そう、そんな感じ。ほぼ正解。正解です、正解です。まあ、ふざけんなよと。チャー当たりかってる。お前ふざけんなよっていうのを。チャー当たりかってるなよって。チャー当たりかってるなよ。なんかいまいち凄みが薄れる。かわいい。これがネイティブが言わないと。ネイティブが言うとちょっとあれかな、鋭さが。うん。チャー当たり。これ当たりかんなよって。あ、そんな感じかな。当たりかってんのお前。これでも急に言われたら分かんなくて、ちょっとキョトンとしちゃいますね。多分。あ、ってなる。聞き返ってしてる間にも怒りも収まってます。怒ってんのか分かんない。分かんない分かんない。でもなんだろう、丸めて言う時はなんか使えそうじゃないですか。確かに調子に乗ってるなよっぽい感じのニュアンスあるよね。チャー当たりか、チャーなんとか帰るってさ、こう。ふんずり返るみたいな。あ、そうそうそう、そんな感じ、なんかイメージとか。感じある。なるほどね。チャー当たり変わってんだよ。うんうん、あんまり言ったら喧嘩になりそうだから言わないけど。うん、ああ、知ってる人に言ったら、そうですね、怒られちゃうかもしれないですね。いきなり言ったら、いきなり言ったら、めっちゃ喧嘩売られたんだけどみたいな。相当ヒートアップしたとき、冷静に思い出してそれを出さないといけないから。結構使いどころ難しい。それがでもほぼ無理っすね。無理無理無理。怒ってるときに多分出てこないもん。チャータリカーって。チャータリカーってやつね、マジで。確かに。あーってなるかもしれない。ヤンバイ FM ドッキリ企画みたいな。急に。そう、何人かいるところでこれ行って、おーってなった人は地元地元して。いやー、カーネ本庁のみの炎上企画だな、でも多分。なんか街の集会とかでやってほしい。なんか、ちょっとシーンとなってるとこで、お前、チャータリ勝ってるのよっつって、みたいな、この地元か。隠しカメラこっちに置いて。これはいつかやっちゃうかもしれない。チャータリか。YouTube 企画です、完全にそれは。あれ、チャータリカーね。チャータリカーっていうの。使いますね皆さん。はい、はい、じゃあ次僕から6個目ですが、はい、動詞ですね。チミクル。あー知ってる。あー、やっぱおばあちゃんとかと暮らしてた人は分かる分かる。あ、分かる。チミクル分かる。あー、じゃあ誰がいく。チミクってこ、チミクって。あー正解。つねる、つねるですね。つねったね。チミクルいいよね。チミクル痛そうだもんね、チミクル。すごい先っぽでキュッてやられてる感じがする。チミクル言葉がいいよね、これ僕結構好きなんですよ。チミクルは確かに言ったな、よく言ったな。うん、チミクルはもうなんかちっちゃい頃から使ってた感がすごい。チミクル、おばあちゃんがね、チミクルなっつってしてくれましたわ。チミクってくるとかね。ああ、そうそうそう、あいつチミクってくるみたいな。そうそうそう、言った、それめちゃめちゃ言った。めっちゃあいつチミクってくるんだよねみたいな。意外と静岡全般で使う言葉なんですね、チミクルね。いい言葉ですよ。いい言葉か分かんないけど、僕はね割と好きな好きなニュアンスの言葉ですね、チミクル。うん、これなんか珍しいのか知りたいですね。でもチミクル自体がなんか本当に普通に使ってたから、方言だとは思ってなかった、そもそも。正直馴染み度が高いってことね。そもそも標準語だと思ってた部分。つねるってことを知ったら、方言なのかなって思うぐらい。確かにチミクルの方がつねるより早く覚えるかもしれないね、場合によっては。うちもそんな気がした。あ、なるほど。割と馴染みのあるやつでした。馴染み深いですね、この辺なのか、静岡県なのかな。はい、まだいきますか。大丈夫ですかね。もう一個ずつぐらいいきますか。うわ、どれにしようかな。ですね、はいはい、おどけた。あ、結構使いません。おどけたって何ですか。あ、使うか。やっぱおどけたって。おどけるでもいいよ。おどけるでもいいですね。おどける、標準語ではないよね。標準ではない。おどけた、
おどける。おどけた。うん、まあまあでもまんまっちゃまんまか。うんうんうん。おどける。あでもちょっと待ってくださいよ。おどける。おどけるってパって言うけど。おどけてみて、おどけて。ああ。おどけた。でもこれめちゃめちゃもう答えだもんもうただの回答っすよ今のあんまりいいヒントじゃなかったね、ごめんごめんごめん今のいいな、おどけてみて、おどけてみてっていいな、みんな分かってた。あ、はい、これもそうか、正解発表してみましょうか。はい、まあ いいですか、はい、言いますか。いいですよまあ正解は驚いた、おどけたってそうか、方言なんか結構使ってる、ね、うんうん、使いますって結構、ね、うん、これも使うんだ、うん、驚けたっていうのは自分が驚いた時に使うんだよね。あ、そうですそうです、うんうん、自分が驚いた、そうか、相手じゃないですよね、うん、そうか、相手の場合驚けてるじゃない。あ、そうそう、驚けてんな、驚けてんな、そうそう、驚けてんな、なるほど、驚けた、そうだよね、いいだよね、うん、驚けた、いいですね。じゃあ最後僕から、ちょっとこれ単語じゃなくてちょっとセンテンスというか、はい、はい、やってみっかしん、やってみっかしん、あ、上司が使ってるよ、あ、使ってる使ってる、ここの表現なんですね、多分この辺の表現、この辺の人は結構使うと、やってみっかしん、やってみっかしん、あ、これはでも確かに使う、うん、やってみっかしん、みーちゃん行ってみますか、正解、やってみようかな、あ、そう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 、やってみようかな、やってみるかみたいな、やってみるか、みるか、じゃあね、今日はみんなでポッドキャストやってみっかしん、やってみっかしん、やってみっかしんやってみっかしんの返しはそれですか、あ、やってみっかしんねえっていう、やってみっかしんねえ、あ、確かにね、うん、やってみるかね、やってみっかしんって言われたら、うん、やってみっかしんねえって、うん、あ、って返します、うん、あ、そうなんだ、それは知らなかった、もう使い方合ってるのかな、大丈夫かなやってみっかしんねえ、あ、そうだね、そう、ほうだ、ほうだね、やってみっかね、あ、やってみっかね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 、ということで方言クイズ10問ほぼほぼみんな分かったね、うんうん、静岡県民でしたね、うん、県民分かった、よかった、県民だね、はい、結構分かったっすけど、最初ちょっと分かんなかったけど、もうちょっとコアなやつを用意しておきましょう、うん、難易度上げてね、うん、僕らもちょっと知らない言葉たくさんあるんで、まだ確かに確かに、今回は割とでも普段使いしてる感があるやつが分かった、うんうん、確かに気がする、僕が出したね、あのちょっとイレギュラーなやつとかは、ああ多分ほぼ誰も聞いたことないんじゃないかなって、チャータリカーってるだけ、チャータリカーってる、チャータリカーってるなよ、チャータリカーってるなよ、あれね、僕もこれ初めて聞いたんでいや、まあそういうシチュエーションになってなかっただけもね確かに怒られたら言われるのかなみたいな、あー確かに、うーん、よし、でもね、なんかあの方言って川根本町って、うん、本川根町と中川根町が合併してできたんですけど、うん、川根本町ね、川根本町が、うん、本川根と中川根で方言が違うので、僕が出したのは、中川根の方言が、多分ね、川根町もまた別で、ああまた別、また別、うん、ちょっとだけ違う、ヤンバイですは本川根です、本川根、川根側なんだ、多分中川根は使わないですよね、もう使わない、まあ本川根でも今の人使ってないけど、うん、めったに聞かない、聞かない、うん、おばあちゃんとかは電話口で言うって言ってました、おばあちゃんに電話かけるとヤンバイですっていう、名前ヤンバイです、とりあえずかけてみ、聞いたことないでもって言ってた、あ、じゃあ、うん、お年寄りの方に電話したらもしかしたらヤンバイですが出るかもしれません、あ、はい、じゃあ実家のおじいちゃんおばあちゃんにね、川根本町のあ、本川根、本川根、旧本川根町のおじいちゃんおばあちゃんにお電話したら、はい、でも電話ダメですよ、いたずら電話しちゃ、それで俺だ、昼まで電話終わりませんみたいな今日さ、資料みたいなのも龍太くん持ってきてくれる、それがですよ、実は、うん、中川根の方言っていう資料があって、しかも改訂版、改訂、そう僕も見てびっくりした、改訂版、改訂されたんだ、実は前があるのみたいな、これなんか出版じゃないけど作られたのはいつとか書いてあるのかな、あ、そうですね、書いてあります、後ろに、あ、平成18年、あ、割と新しい、割とそうですね、新しめ、うん、この調子研究会、中川根調子研究会で作ってるんですね、これまだあるの、中川根調子研究会、どうなんですかね、あんま、うん、あんま聞かないですね、正直そういうのは、でもなんかこれ中川根があるなら本川根もあるのかなとかっていうのはちょっと思ってたんですけど、川根町はね、あるらしいですよ、
あ、本がですか。川根町でそう聞いてたら、はい、図書館にあるよって言われた。あ、あるんだ。川根町の方言をまとめた本が図書館にあるらしいので、僕も今度見てこようかと思いますが。おお、やっぱあるんですね。じゃあ、本館でちょっと僕も探してきます、うん、いいですね。これはとある方からちょっと借りたので。はい、はい、川根方言クイズはですね、今インスタの方で週1回ぐらいやっております。おお、ストーリーズ で、あの川根、あの4択クイズをしてますんで、はい、ぜひ試してみてください。だいたいね、水曜日か木曜日の朝ぐらいにやってます。結構難しいですよね、うん、普通の人が見ると。そう、うん、割とあれね、町民が聞いてもちょっと難しいって声を聞きました。本当に。あとやっぱね、使うニュアンスがやっぱ方言ってさっきも話してたけど、ちょっと微妙なところがあるから、がっちりこの標準語と対応してない感じはある。確かにあるね。そこの音択でこう、あそこがね、難しいですよね、うん、町民が見てもちょっとそのニュアンスがちょっとずれてるとやっぱ悩んじゃう人がいるみたいな。確かに僕もね、問題を作るのはすごい難しいんですよ。やはり超大変だと思います。誰かに監修してほしいんだけど方言めちゃ得意だし、川根の方言の監修を誰かしてほしい。いそうですよね、方言名人みたいな。方言名人みたいな。いるのかな。もうなんか喋ったら全部方言みたいな。あ、標準語一切喋りませんみたいな。それは逆にクイズは作れない。会話ができない。それは4択は作れない可能性があるな。でもね、なんかあの、うん、僕今日そのちょっと方言を聞いた方に聞いたら、うん、そのやっぱめぼしいおじさんが何人かいるみたいです。あ、この人に聞けばちょっと結構多分知ってると思う。あ、サラブレッドがいるんです。サラブレッドが多分もう生粋の川根本町育ちみたいな。出たことないみたいな。町民以外と喋ったことないみたいなね。分かんないけど。誇り高い。誇り高い。川根本町のサイヤ人みたいな。いるらしいんでね。いずれ。やってみたい。スーパー川根本町人みたいな。ちょっと会ってみたい。話してみたいな、ね、うん。名前は聞いたんで、いずれちょっと。あ、本当に、ね、ポッドキャストは出てくれるんですかね。通訳で終わりますよ。通訳、そう、通訳を置けばいいかもしれないですね。通訳って。こんな感じでヤンバー FM はヤギとか地域おこし協力隊とか移住とか田舎暮らしをテーマにおしゃべりしていきます。公式サイトに配信先とか SNS とかをまとめてあります。ポッドキャストが便利なのでぜひフォローしてください。お便りフォームも作ってあります。お便りお待ちしてます。じゃあみんな一緒に行きましょう。せーの、ほいじゃねー。